開幕直前スペシャル5秒クエスチョン。5秒クエスチョンとは、選手に質問をして5秒以内に答えていただき、より選手のことを知ってもらいたいという企画になっております。それではスタート。5秒クエスチョン。この選手に来ていただきました。自己紹介お願いします。背番号11番五稜純喜です。よいしょよいしょ。はい、よろしくお願いします。五稜選手、はい、何年目ですか？今年7年目です。鹿児島7年目、太鼓さんの男。そうです。期待している人たくさんいらっしゃると思いますから、それでは五稜純喜選手の5秒クエスチョンスタート。なぜサッカーを始めた？兄貴がサッカーやってた影響です。プロになりたい。さあ、いつ？生まれた時から。プロになるための一番の努力？いいイメージでボールに触る。鹿児島といえば？桜島。五稜選手の試合前のルーティーンは？スパイクを磨く、前日に。最近一番ハマっていることは？子供を見る。好きな音楽もしくはアーティストを教えてください。ケツメイシ。イライジェットで一番の仲良しは誰？選べないな、難しいな。タク。お、タクは違うって言ってたけど。これだけは誰でも負けないという武器は？ハードワーク。今シーズンの個人の目標を教えてください。控えめに5得点5アシスト。五稜選手にとってサッカーとは？全て。ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。熱く熱く戦っていくので、共に戦ってください。お願いします。ありがとうございました。お願いします。五稜純喜選手の5秒クエスチョンでした。ありがとうございました。チャウチャウ。この選手に来ていただきました。ゲストの方はこちら。自己紹介お願いします。背番号37番浜口光成です。はい、よろしくお願いします。大学はどこでしたっけ？金谷体育大学から来ました。はい、ということで5秒クエスチョン始めていきたいと思います。レディーゴー。なぜサッカーを始めた？お兄ちゃんの影響。プロになりたい。さあ、いつ？小学校卒業。プロになるための一番の努力は何？考えること。鹿児島といえば？鹿野さん。浜口選手の試合前のルーティーンは？ないっすね。最近一番ハマっていることは？一番ハマっていること、料理。好きな音楽もしくはアーティストを教えてください。ケツメイシ。ユナイテッドで一番の仲良しは誰？旬ですかね。山本選手。はい、はい、これだけは誰にも負けないという自分の武器は？楽しむこと。今シーズンの個人の目標を教えてください。試合にたくさん出ること。浜口選手にとってサッカーとは？人生で亡くなったらやばいです。はい、ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以上、浜口選手でした。ありがとうございました。今回のゲストの方はこちら。自己紹介お願いします。16番木出優斗です。よろしくお願いします。はい、木出選手よろしくお願いします。お願いします。ポジションどこでしたっけ？ポジションサイドバックです。サイドバック、僕と一緒ですよ。僕左でした。自分右です。はい、違いました。それでは始めていきたいと思います。レディーゴー。なぜサッカーを始めた？幼い頃にもうボール蹴ってたんで、その流れでやってました。プロになりたい。さあ、いつ？小学校の時です。プロになるための一番の努力？諦めないことです。鹿児島といえば？桜島です。木出選手の試合前のルーティーンは？サッカーの試合を見ることです。最近一番ハマっていることは？最近ハマっていることは、YouTube 見ることですね。好きな音楽もしくはアーティストを教えてください。ユーリさん。ユナイテッドで一番の仲良しは誰？ヘンリーさん。これだけは誰にも負けないという武器は？運動量です。今シーズンの個人の目標を教えてください。1試合でも多く、試合に出て活躍することです。木出選手にとってサッカーとは？やめられないものです。それでは最後、ファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、木出選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。